どうも坂のぼるです。今回はですね、沖縄のですね、こちらですね、ちょっと昔ながらの、作りの家なんですけども、ここでですね、紙を白髪染めを、私してまいりたいと思います。こちらのですね、やってくれる方がちょっと顔出しはちょっとできないんですけども、名前ははいはい、名前大丈夫です。やびくです。あ、お願いします。はい、今回ちょ紙を、今こういう感じなんですけども、これをですね、ちょっと、ここのなんて言いますかね、これ、これがヘナです。ヘナですね、はい、これがで、あとモズクと、これがアロエっていうんですか、はいはい、この3つのやつを使ってですね、髪を白髪に染めていきます。これってちなみにこれがヘナでしたっけ。はい、これがヘナっていう植物。何をあれですか、染める素材っていうか、なんかいろいろあるんですか。モズクとかあってすごいですよね。これだけです。髪の毛の白髪を染める成分を持ってるのはヘナだけで、はいはい、あとはモズクとアロエっていうのは、まあ、はい、頭皮の環境を整えるっていう意味と、はいはい、あとはこのヘナの葉っぱを頭皮に、髪の毛にうまく絡みつけて保持しておくために、この2つは使ってます。あ、そうなんですね、はい、成分としてはこのヘナっていう植物です。このヘナっていうのはあれなんですか、沖縄の原産っていうか普通に取れるやつなんですか。違うと思います。10年前ぐらいからヘナ栽培というのが沖縄で盛んになってきているので、もともと自生していたかって言ったらそうではないと思います。栽培して、はい、あ、じゃあ沖縄本来のその植物ではなくて外来種的な感じの中来て、はいはい、こっちでなんかその普通に今育ってるっていう感じですよね。そうそう、インドがね、はい、もうすごいインド産のヘナっていうのが主流です。ああ、なるほど、はい、遠いですね。そう、またインドって、なんかすごい、こんなのすごい初体験なんですけど、今日はちょっと楽しみです。よろしくお願いします。はい、お願いします。